ありがとう。はあ、おいしい。大好きな。また会いたいです。はい。チャチャイももう一週間酔いしない。最後に一丁半でいいか。けど挨拶せない感じのお店やないの。挨拶はせんでもええかもしれない。一回は行かない。明日と明後日しかないけ。あ、今月の休みやけね。ね、お風呂の時からここへは行きゅうきね。今からね、焼き鳥と枝豆と餃子が餃子なの、ね、ありがとう。さっきやりやりますか。乾杯。自分がね、昔からほら、娘が小学校行く時から学校で集めよったき、その癖が今何言っちゃう。一番搾り。一番搾り。あ、ほんと。まあ。豆、どうぞ。はい。しみる。しみる。ともこれも。悪いけど、私が転がり込んだら困るわ。枝豆も久しぶり。ビール飲むやことないもんね。一人でビール買うてきて飲もうとは思わん。誰かと飲まんね。うん。買ったしに、近所へ行ったら、うまく。私がこっち行くようになっていうことを知っちゃったその人が、本人は知らんのに忘れちゅうがよ。しそ餃子やて。え？しそ餃子。うん。初めてまでないとか今年。今年は初めて。ね。今度は娘さんがなんか車で連れてきてくれるよ。うん。その前よりもね。書いたの。ワゴンみたいな。ああ、前もワゴンやった。屋根がない。屋根はあれやろ。なんかちょっともう私屋根のないワゴンとかないよ。うん。今は全部壊して、タクシーに来てからみんな建てるんやけどね。あれ壊すよったらなかなかね。マッキーさんのことやる。私の悪いのな。何すぎたんやろか。飲めないよ。食べすぎたんやろか。すごい。うわ。がきれいな。暑いかもしれない。おいしい。美味しい。ビールと。ビールで冷やして。贅沢なことし。おとといかな、いとこが呼んでくれて東の勝へ行って、
ありがとう。おいしい。カランぐらいや。えい。まだご飯いっぱいある。これおいしい。肉。大好きな。これで飲んだらなおえ。なおえ。これ場やったらもう一個飲める。十分に大丈夫。ペンでやめとこう。半分で。半分する。ほら。やっぱり肉が美味しい。肉もっと食べや。寿司屋さんへ行かんとくやない。行ったよ、回る寿司屋行ったよ。あ、初めて行ったの、うん、どうぞ。半分バレー。ありがとう。じゃあありがとう。やっぱり美味しい。お肉が美味しい。かっこいい言うて行くようになったのに、私が行くために部屋を変えたみたいな。そう、二人で一緒です、うん、私ずっとやっとったじゃん、死にゃなんと思うじゃないけど、足はすごい弱った。もう弱るかになった。歩きや、歩かなか。今も寝たもんね、ほら24時間ああやって店で寝ようこと分かっちゃっても来てくれる人はない。もう隣近所もないし、それか知り合いっていうのがない。あれ、お花すごい。あらら、固めたね。固めた。キュウって書いてある。あの上のキラキラしているところがキュウになってる。そう、どういう意味？九州に。私5年4、5年とも言った。ほんなら最後の4年くらいは私来たかね。多分ねえ、あんたにも何回も言ったけど、ここ何屋さんにいて聞きに入ってきたよね。私怪我しちゃったね。こけて腕怪我し、絆創膏貼ったの覚えてる。都合のにこそは覚えてない。もう口先だけで生きてるだけ。交通指導員で言うたら男の人は来るね、キーをたまに。松さん、松たまに来る。コウタロウ、うん、言うことすごいです。あんたにも何回も言ったけど、メダカ持ってきてくれたんじゃなかったかね、うん、ねえ、そんなことは覚えちゃう。メダカおった、ここに。おったね。あ、ここにもおった。さあ、お肉をどうぞ。おいしい。なかなか食べれる。なるほど。一回もない。一回はあるわ。いや、自分で工程どこは。なことはない。ない。どこから行く？スーパー。いかん。前行きよって。あや。この辺じゃないもんね、お店がね。
美味しい。もう一つ食べる。食べや。あと2本食べて我慢で。食べて我慢。うん。やっぱ餃子を食べよう。食べて我慢。食べよう。いただきましょう。自分で食うたことない。ごちそうになったね。いろいろ。私がごちそうになった。ごちそうしたら。うん。あなたたちの言うことで優しくしてもらった。たまにはまたコーヒーを飲みに行きます。たぶん。完食。完食。ごちそうさん。おいしかった。もうここ何年以上食べたことがない。そんなことないと思う。ねえよ。焼き鳥食べよったら。ここで。しばっちゅうきあんたね、歩かねえかん言われて、あそこの銀行を回ったけんど、向こうまでよう行かんとここへ出てきたもん。あれが最近の一番長い、うん、
味しかった、ね、よかったです、うん、お腹いっぱい？お腹いっぱい、もう入りません。おいしいもまたできても。今納豆寝て寝て納豆食べよう。ご飯と納豆、おじやじゃなくて納豆。あ、で、あのおつゆはミックスの味噌汁、うん、ヨトリがある。うん、一緒に暮らすやったら一緒に娘さんが作ったやつを食べれる。あのあるもんをね、うん、それがええもん食べれる。おいしいもん、怖いね。あのお姉ちゃん怖いね。だからあった。美味しかった。ごちそうさん。はい。最後までお世話になりました。皆さん、ありがとうございました。また会いたいです。ピースしたきゃ。ありがとう。今から片付けする。明日にしよう。明日も仕事やけど。本当にありがとう。はい、ごちそうさん。腹ポンポン。ポンポン。帰って寝る。ラジオかけて。店でごろねえきほら。うん。ちゃんと苦労になった。暗い朝までおるか。それはいかん。困っちゃうわ。ゆう迷子にならんときよ。家は分かるよ。まっすぐ歩いたら大丈夫。あのよくね、うん、触っていかにはね、うん、それだけじゃ弱るかね。大丈夫か。はい、おやすみなさい。気をつけて。